漫画の遺伝子満載。特に井上武彦っぽいんだよね。すごく完全に自由なとこじゃなきゃやれないっつって、今回国技館出てきますけど、セットですからね。ええ、あれセットなんですか。もう語り尽くせないんですけどね。でもう一つポイントは、荒れる母親、荒れる母親のところから一人来た3話目でね、あの冒頭で、母親が死んでいこうとしているっていうシーンがバンと入りますけど、静内さんです。静内っていう、はい、顔の半分が焼けた跡があるような、ダメ、何の説明もない、ここがうまい。でこいつが超巨漢、200キロ、同じ部屋じゃないんだけど黙って桜を見てる、お互いここ で出会ってで UCC の会コーヒーを渡し合うっていう、この下りが非常に良くて、お互いに部屋の中で、うまくいってなくてね、外にいる奴ら同士でつながっていくっていうこの感じ、この二人がこういう状況になっていくっていう、そうこれね、まあ見事でしたね。二人とも半端ない過去の傷がある。そうそうそう、だからさ、もうバガボンドだよね、ある意味。武蔵小次郎にも見えるよね、双方大変、親の問題で、もう一つ、コンプラの部分でね、忽那しおりさんですね、この人が非常に現代的な目線で、相撲っておかしいんじゃんっていう、土俵入れないって何、きつい仕事を受けててあなたを守ってあげるから私がとか言うんだけど、必要ねえしって言われる、金も胸もねえんだったらいらねえって排除されて、すごいパンチラインだけど、この人ずっと相撲の現場を見続けるうちに、コンプラを超えた何かを感じていくっていう、この人が目撃者だし、ある意味視聴者目線でもある、だんだん熱くなっていくっていう、記事も熱い記事をどんどん書いていくようになるんですよね、男たちが日増しに背中が熱くなっていくように見えたみたいな記事なことと、練習の風景がカットバックで重なるような演出とかあったんですけど、のめり込んでいく様が面白い。でこの人とまたさらに対比する形で、清水さん、この方来ましたね、来ましたね、このねベタを恐れないこの感じっていうのがねすがすがしいよね。もうこれキャバ嬢の方でね、はい、で主人公の清にそのアプローチしてくる女性ですけど、清おっぱいしか見てないからね。そうですよ、あの目線の泳ぎ方とかも素晴らしいよ。本当に九州から出てきたすごい純粋な、まだそういうこと知らない若い子なんだなっていうのがもうずっと分かる、ね、彼女がいることによってね、だからもう出てきた瞬間に、ああこの女とひどい目に遭うんだ、もう分かるんですよね、この地獄に落とすんだろうなっていう風な感じにこうフラグがバーンと立ちますけど、そしてしたたかさが浅はかなんですよ、この人もですね、そのすごく手だれの女性ではなく、ひどいでさ、ゲイ青年誌ヤング誌とかに出てくるじゃん、それを堂々と出してるところがすごく良くて、堂々と出してるといえばこのキャラクター、ものすごく堂々と出てるじゃないですか、はい、デイトレーダー、株やってる今時の金持ちなんだけど、この人の対比っていうのもすごくうまかったし、ちょっと構造だけ言わせてもらうと、もう一つの構造があって、上の世代の確執っていうのが出てくる、はい、これがまた良かったよね。松鈴木さんがやってた役はね、そこまで現役時代に勝てなかった、大関で止まっちゃったんです、綱取れなかったんですよね。で綱を取るのをずっと阻んでたのが滝さんなんですよ。現役時代のライバル関係っていうのが親方になっても続くよっていうところもちゃんと描けてて、それだけじゃないんだよね、あるあるも面白かったですしね。荷物着て隠すだったりだとか、相撲取りの方歌うまいっていうのがあるじゃないですか、うん、キャバクラ行って歌を歌って、でも一人歌下手で、誰あれ、はは徳永やろがいっていう、あのツッコミ割れかけの例だよ、爆笑したわ。これ日本人だったら分かるけど、海外の人何も分からへんやろなと。海外の人ね、分かんないこと多いと思う、ネタとしてやっぱり、お尻を弟子が拭くというかね、後輩が拭くっていうのも多分衝撃だったと思うけどね、大の方した後に、それは有名な話じゃ有名、俺らにとってはね、海外の人知ってるのかな、ほとんど知らないでしょ、こんな世界があんのかっていう衝撃なんじゃないのかな。この脚本がやっぱすごいのが、骨太の筋が一個ゴーンとあってさ、主人公の清がだんだん本当の相撲取りになっていく物語っていうか、あの札付きの悪からさ、っていうのの枝葉としてすごい緻密なネタとテンポを良くするギャグというかで、7話でしょ、もっと伸ばせたのに、これで一回ガンってやることによって、ずっと美味しかったですね。でこれ最初からしごいてくる先輩のエンヤっていう人がいるじゃないですか、でこの人膝壊してんだよね、で、この膝次第では引退しなきゃいけないっていう崖っぷちに追い込まれてて、そのエンヤにすごくしごかれてるんだけど、愛されてもいるんですよね、清がね、でこのエンヤさんの膝にとどめを刺してしまうのが彼なんだよね。そうですね、明日のジョーですよね。あ、力員氏を殺してしまったのは俺なんだ。そこまで行く、いやー重なったね、見てて重なった千葉先生
には絶対入ってんだよ。千葉先生と一緒に見たい。そんなみんなそうやろ。それくらい素晴らしかったですよね。一番俺すげえなと思ったのがこの桜なんだよね。桜意味なく延々映るでしょ序盤。一体何なんだってずっと思いながら見るじゃん。いや思わない思わない思わない思うな。なんかあるんやろなと思うけど。ジャパニーズやろ。ジャパニーズ日本にとってる桜っていうさ普通の花と意味違うだろう。桜文化だろうが、うん、桜っていうことでどれだけの意味があるかっていうのはさ日本人だったら分かるだろう。それを見上げてるってことどういう意味かっていうさ脚本の段階でこいつに桜見せるっていうの絶対設定されてんだって。されてる。それはそうでしょ。それはされてる。俺その話してんだけど怖い。まあ桜の下には死体が埋まってるとか儚いとか、うん、死とか生とかそういう意味が入ってるじゃん、はい、武士の花ですね。もうまさに彼の人生だよね、うん、目の前で母親と弟が死んでるっていうのを目撃した男が桜見てるっていうことの意味じゃん、うん、そこの業みたいなものがあって、うん、彼との物語がずっと続いていく上に縁屋が引退していく。結局彼のとどめを刺してしまうのがこの縁王ですよね、でどうなるかっていうと引退を決意して断髪式になるわけじゃないですか、うん、その時まだこいつ曲げ言ってないんですよ。ある程度伸びないと曲げは言えない、うん、だからクソロン毛のまんま叩かなきゃいけないっていうのがずっと続く。いつ曲げ言うのかな。いやまさに分かりますね。こいつの名前は炎王なんですよ。桜がついてるわけですよね、うん、でここで、まあ、桜っていう意味が分かってくるなっていう。つまり循環っていうことなんだよね。一人の力士が散っていく、そして次の桜がまた咲くんだっていうことで散りゆくの縁やそして新たに咲いていく、それを曲げを切るのというので、やっているっていう。これが こいつのエピソードでも重なるし3つぐらいのイメージで見せてるっていうっていうところが、それが相撲っていう一つの循環社会、そして次へっていう託すっていうことみたいなものがセリフじゃないとこで桜に語らせたかっていう風に僕個人の感想です。次の花咲かすのお前なんだ。そうすると染谷くんが君は土俵に立てる人なんだよっていうことも聞いてくるし、いや俺はもう単純にこのしこ名を与えられた時にああなるほどなと思ったのが単純に桜木花道。いやそれはあったと思いますよ。いわきもそうだからね。そのレイさんの解釈を受けて言うならすごい意味深だなと思ったのが、ラウスの人じゃないですか。しずちが北海道のラウス町出身、北海道の人が桜を見るっていう距離感、まあね、最後に咲くからね。ラウスなんてもう蝦夷でもないからさ、松前藩でもないしさ、そこら辺の自分は日本人なのかどうか、絶対ロシアの血入ってるみたいなことを入れてくるんだなって途中で思ったんですよ。そこにあのナショナルアイデンティティみたいなのも入れてきてるから桜眺めてんのかなとかっていうのはちょっと思いながら見てました、ね、でもちょっと久々に素晴らしい脚本みたいなって感じ、日本のドラマでね。あ監督の演出も素晴らしかった。そう演出面白かったね。あとそれに答えて役者も素晴らしいと思った。役者の毛の生え具合とかも完璧でしたよね。いや本当にちょっと笑うぐらいさ、うん、一人一人面白かった。そう、うん、一人一人いい味出してましたね。で ライバルの人いるじゃないですか。すごいエリートの家系、お父さんも、横綱で、うん、それの息子さんいるじゃないですか、うん、で息子さんもすげえ虚勢張って横綱になりますよ、控えめに言って僕は優勝ですねみたいな、すごいちゃめっ気出すんだけど、裏ではトイレとかでずっと緊張のあまり吐き続けてる、うん、あれは俺たちのサンクチュアリで言うのであれば完全にピンポンのドラゴンなんですよ。あいやいやピンポンのドラゴンってずっとトイレから出てこずに、そうやドラゴンさんの気持ち分かりますっていう人がいい品ドラゴンやね。あのなるほどね。俺たちのサンクチュアリの言葉で思い出した。俺のサンクチュアリの話っていうと、じゃあ後半でやりましょう。